イク春のコラボスペシャル。はい、さあ、はい、来ました。あ、荒川君見てください。はい、お店が変わってる。消化坊さんですね。すごいですよ。あの1980円で火鍋が食べ放題。安くないです。すごい、すごい店ですよね。今日は何ですか？今日はですね、はい、西日暮里に行きます。西日暮里、ここから結構もうすぐです。すぐですよね。すぐですよ。今日はなんで短いんですか？今日はね、実はね、西日暮里で、はい、マッサージをされている、はい、ある方のところに行きます。西日暮里でマッサージですか？そうなんですよ。誰だ？そうなんですよ。元ですね、はい、ビデオモデルもされている、すごい方なんですよ。今日はその方のところに、今から自転車で向かいます。はい、もう近いのでね、今日はね、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日も出発。スカイツリーもすごい綺麗ですね。すごいよね、真ん前。というわけで、うぐいす谷から西日暮里に出発。のび太くん、じゃなかった、荒川くん、今日も安全運転でね。はい、OK。 西日暮里に行く前にちょっと寄り道。ここは何ですか？はい、ここはですね、小野照崎神社と言いまして。そうなんですよ、商売繁盛のね、神社なんですよ。ちょっと寄ってみます。こんな格好で大丈夫だと思います。小野照崎神社は学問や芸能、仕事の神様として有名で、多くの芸能人や著名人も仕事の成功を祈願し訪れる神社なんだって。すごいな。あ、なんかね、お守りとかも売ってる。ありますね。うん、あ、でも結構大きい神社ですね。ね、すごい綺麗。せっかくだから、荒川くんもなんか、あ、お参りしていきますか？そうですね。ね、やってみようか。やってみましょうか。ね。したのかな。まさかジャイアンにいじめられませんようにってお祈りしたのかな。何を祈りしたの？内緒です。というわけで次の目的に行きましょう。はい、では西日暮里に向かいましょう。はい、よろしくお願いします。いらっしゃい。それでは西日暮里に出発。お疲れ様。
すごい賑やかなとこだね。西日暮里に到着。ここにいらっしゃるんですか。そうなんですよ。ここにね、そのマッサージの方がいらっしゃいます。行ってみましょう。どなたでしょうね。ねえ、どんな人でしょうね。ここにあるんですかね。この上ですね。あ、この上なんですね。はい。あ、ここですかね、うん、あ、ここだ。あ、これですか。ここです。あ、じゃあ、はい、押してみます。はい、お願いします。いるかな。いらっしゃいますかね。いるかな。こんばんは。おー、はい、お邪魔します。よろしくお願いします。あ、たかしさんだ。よろしくお願いします。本物だ。本物ですね。YouTube と一緒だ。ドキドキします。ドキドキしますね。お仕事途中ですよね。いや、まあ、合間です。あ、この後もお仕事なんですか。そうですね。めちゃくちゃ忙しい方ですね。すいません。たかし部屋さんは千代田線西日暮里駅から徒歩1分のマッサージ店。プライベートな落ち着いた空間でマッサージが受けれるんだって。僕もたかしさんのマッサージ受けてみたいな。消毒と、はい、すごい。すいません、ありがとうございます。ね、あ、綺麗ですね。綺麗ですね。本当になんかサロンって感じです ね。素敵。あ、もしかしてあれ、はい、YouTube で映ってましたね。ちょっとあって、ここにこう立てて、ここで喋ってたり。なるほど。すごいいっぱいある。そうですね、もう大体で多いのがもう黒猫が多いんですよ。黒猫、これ超えたんですか。これなんですか。これへー、こういうタイプですね。ちょっと荒川君、ちょっと服の上からちょっとこうして、ここに頭を入れて通して、ここ、ここ、ここ。あ、なるほど。こういうことなんですね。これ初めてつけました、これ。高橋さん、これは何用なんですか。いや、これ仕事用です。仕事用。この格好でマッサージをされるってことですか。あ、します、します。これこうするでしょ。はいはいはい。ブルンブルンしたら、これもブルンブルンしますよ。だから、そっか、すごいしやすいんです。これマンキニって言うんですよ。これはマンキニ系。これほぼ、はい、ほぼ着てないだけですよね。うわ、変態ですね、これ。すごい。すごい。あ、いい。なるほど。あ、これ。そうですね。これ。これ。これは。いや、これお客さんムラムラしちゃいますね。これはちょっと。さあ、というわけで、はい、どのようなマッサージとかされるんですか。基本的には、はい、まあ、指圧、で、指圧から、まあ、全身のオイルマッサージですよね。オイルマッサージ、ね、基本的には80分、で、120分で150分、ね、すごい、すごい。この、3コース、はい、今何年ぐらいされてるんですか。まあ、今年のね、5月で丸6年なんですよ、はい、マッサージを始めたきっかけは何だったんですか。マッサージ始めたきっかけですが、はいはい、40、僕出したのが46の時から、今僕52歳なんですけど、はいはい、それまではね、もう本当ゲイビジネスと全く関係ない、あ、一般の、もう一般の、お仕事をしてたんですよ。何かこう自分発信でなんかできる仕事、一番その現実的だったのがこうマッサージ。で、並行して35歳からゲイビデオの方にも出てたんで。ビデオ何本ぐらい出られたんですか。もうね、正確に数えてないんですよ。いっぱい出てるんですか。配信のやつとかね、もういろんな全部入れたらね、多分ね、34万円。すごいですね。めちゃくちゃ人気も出るからね。内容はどういう、そのビデオの内容でどういうものを。僕はだから社長役とか、社長役先生とか。似合いそう。すげえ似合いそう。社長似合いそう。で、生徒にちょっと性教育しながら。漫画じゃないですか。この間の病院のコスプレしましたけど、めちゃくちゃ似合ってましたけどね。あ、お医者さんのやつ。お医者さんのコスプレされてますけど。あ、でもいそうな感じですよね。普通にこういう方いそうですよね。やっぱ僕は一番代名詞だったのは呪文なんですよ。あ、似合いですよね。もう先輩じゃないですか。呪文って、僕男初体験がビデオなんですよ。あ、あ、そうなんですか。男性経験ゼロのままビデオに出たんですよ。どういうこと。それはどういうきっかけでビデオに出ることになったんですか。いや、だからビデオモデルを募集していると。これ、やっぱりちょっと下世話な話、いくらで
ですね、はいはい、モデル業いくらとか、ね、あれこれいいなと思ってあこれ行ってみようと思う、あの行ってじゃあもうできますかって言われてすごい早いですね、早いですね、いや早いんですよ、はい、僕男が経験ゼロですけど、はい、ったら、はい、そういうのがいいんですよ、なるほど逆にね、そうそうそう、うん、だからあのお客さんなんかで来てね、うん、高橋さん の, あのデビュー作のあれで何回も何回もお世話になりましたでもそれ嬉しいですね、嬉しいですよね、結構いらっしゃるお客さんの中でちょっと変わった方というか、いろんな方いらっしゃいますよね、いろんな方ね、いらっしゃいますから、だってもう本当え、な、え、1000人とかね、そんなにいや、だって多分そうですよ、でも累積さんそれぐらいいらっしゃいますよね、そうですよね、多分それぐらいはやってると思うんで、うん、まあ、もちろんこういったお店に来るっていうね、やっぱり性、はい、性の、あの、うん、仕事になるんで、なるほど、やっぱり変態チックな人は多いわけですよ、じゃあ要は自分のその変なところをさらけ出すんで、そうですね、だから変なお客さんいますかってみんな大体変ですよ、そうですね、あの電話かかってきて、はい、高橋さんっていう人いますかと、はい、でそのあなたにちょっとやってほしいんですと、はい、でも私は男に興味はないんですけど、でしょ、ハテナでしょ、男に興味ないのになんで私の名前で、うん、しかもこんなゲイのマッサージのお店に電話してたら、ね、で待ってたら来て、そしたらその人はいわゆるその男女ものの SM、 ああありますよね、はい、で女王様と、はい、まあ下僕、はい、でしてその人は下僕ですよね、はい、で女王様に対してなんかね失態を犯したらしくて、はい、その罰として、はい、お前ちょっと男に掘られたことあるかちょっとそれでいや男にお前やられたことあるかと、はいはいはい、そしたらもう当然ないです、そうですよね、じゃあ今からこう探すから、はい、適当に見つけてね、はい、ネットで、うんうん、で探してこれだっていうのをお前言ってこいっていうことになったらしくて、うん、でまさか女王様がたまたまヒットしたのがうちの白羽の矢だった、それもすごいですよね、そう でこの「たかし」って書いてある、この「たかし」っていうこれいいじゃないかって言ってこの「たかし」っていう男にやられてきなっていうことになったらしくて、それで来たんですと、で当然私は男に興味ありませんので、なのでそれ以外は絶対そのキスをしたり、はい、あそこをしゃぶったり、うん、はい、っていうことはやめてくださいと、もったいない、なるほど、その人自体別に興味がないわけじゃなくて、そっかそっか命令立てをされに生きてるわけです、はい、ちなみにかっこいい方だったんですか、いや別にタイプではなかったですね、もう本当にね下僕感満載だから普通そうやって言われたら立たないじゃないですか、立たないですよね、うん、でもね僕はねなんかビンビンだったんですよすごいですねそれ自分のあそこだけ立たせてここでやって、でやったんですよ、はい、そしたらまあ通常のゲイの方の喘ぎ声の3倍ぐらいの、良かったってことですかね、良かったんでしょうね、良かったんですよね、もうとにかくうわーっていう外に聞こえるみたい、そんな大きい声もうだから事件が発生してた何やられたんだと思いますよねやりながら抑えて本当にレイみたいな、本当にレイみたいな感じですね、やりながら口を押さえて本当にね、あー、たかしすごいって言ってハマってるじゃないですか、たかしさん完全にハマってる、いや本当たかし、女王様どうでもよかったすごいって言って女王様よりいいなんてすごい、うわーっつって、ほんでもう最後果てっちゃってね、行ってね、で行っちゃって、そしたらもう行った後はもう放心状態ですよ、そうですよね、もうそれだけ大きい声出せばそうですよね、でまあ当然男にやられるのも初めてだし、はい、でなんか女王様のこと私すごい大好きだけど、うん、男に見せられちゃったらどうしましょうとかってやってて、そうですよね、そう、それで帰っていったっていう、あこれね、この YouTube その方見てるかもしれないんで、よかったらちょっと一言メッセージをその方に、いやもう本当ね、めちゃめちゃ弱ってたと思うんでねまた気持ちよくね、何も言ってました高橋さん、なんかマッサージ以外にもなんかされてるっていうことなの、まあ、オンリーファンズも、あオンリーファンズもやってらっしゃるんですね、オンリーファンズではどういうことされるんですか、もうガッツリガッツリ本当ですか、え、高橋さんのガッツリが見れるわけですか、そうですね、へぇ、どうせ
あのなんか写真あげるにしても、少しでもお小遣いになるって思って出すのと、はい、何の見返りもなく写真を載せるのでは、なんかモチベーションが違うんですよ。違いますよね、確かに。やっぱり下世話だし、お金欲しいじゃないですか。それ欲しいこういう時期ですからね。モデルさんとかっていうのはどうされてるんですか。基本的にはじゃあ絡む時に、はい、あの相手が必要になってくるんで、それであの一応まあ募集、はい、モデルさんを募集されてるんです。募集してます、はい。じゃあ一応ね、 YouTube の概要欄に Twitter、ね、高橋さんの Twitter のね、はい、あのアドレスも貼っておくので、はい、ぜひそちらからあのご興味ある方は、はい、ぜひご覧ください。あの募集してみてください、はい、ね、高橋さんと絡めるかもしれませんかもしれません。さあというわけで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。もういやありがとうございました。お忙しい中、こういうご時世なんで、はい、じゃあグータッチで、はい、はい、じゃあありがとうございました。いやありがとうございました。はい、本当なんかお仕事、この後まだお仕事なんですよね。そうなんです。いやすいません、ありがとうございました。また来ます。また見てね。